サッカーファンの皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。今日はエキシビジョンマッチ、レアル・マドリード対アーセナル。解説は中西さんです。中西さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてここはガウ。下がったボールはロベルト・カルロス。
オープンスペースを使ってきた。抜け出した。あっと誰もいない。いいディフェンスを見せました。逃げます。前に出した。そして中へ回してルティ。オフェンシブハー、ジダ。アーゼがスペースを潰します。大きく前方へ。右サイド長いボール。レア、得点後の動きですが、中西さんどう思いますか。いいディフェンスできると思いますよ。この流れで落とさせてくれるのが、これが決まっていれば同点だったんですが、でも勢いが見えてきたんで、しましょう。前半の残り5分を切りました。もう1回、エルゲラ。ストッパー、ラウグラム。右サイドバック、リチェルサン。前に寄ってて。左サイドを使います。左サイドを上がっていく。同点のチャンス。前半終了のプレーがありました。レア、前半全然出てきてきたわけですが、いい振りで全然覚えることができたんじゃないですかね。さあさあ、後半戦がスタートしました。レア、エンドが変わっていて右肩が揃います。その反対側がアーゼセガ。折り返す、グラウンド。ここからいった。まだない。まだまだタイミング。シュートと姿勢がいいですね。いいですね。拾ったのはロベルト・カルロス。右にさばいて。ワンツーパス。いい打ちですね。長いボールだ。ここパスされません。アーゼが右サイドから攻めていきます。さあロングパスだ。スペースを狙う。ラウオーバーラップ。ここは一段を狙いました。ヘッドで戻します。ここからの見立てが大事です。フリーキックになります。さあシュートだ。ディフェンダー必死にコーナーで伸ばしました。またチャンスになります。攻めの時間帯ですね。はい、ロングダウン。レア、苦しい状況が続きます。もう一度チャンスになります。最後のトルブルタイムになりますね。素晴らしいディフェンスだ。決める。決めた。さあ試合は板橋に戻ります。とても面白い試合展開になってきました。後半の15分に差し掛かりました。ボールは中央へ。タッチラインに割れました。ボールを入れるのはリュンベ。ゴール前にいるのはアンリ。カシーリアス。ナイスセーブです。本当にいいのです。ダイレクトパス。そしてアンリ。ボールの奪い合い。中に返して、キーパーへバックパス。さあワンタッチで右を使ってきた。さあ縦へ。ボールは左サイドへ。奪った。そして右からビチェルスが。左サイドのないボール。
長いボール、さあ一気に前線を送った、サイドにボールが出る、アーセが右から攻めます。あと少しで後半30分、ここで延長戦前半終了。
延長前半が終了しました。この15分で決着はつきま、さあ延長後半開始です。今日は全く目の離せない試合を見せてくれています。それではお伝えしてまいりましょう。左山キーパーしっかり止めました。よく攻めてますね。これでいいと思います。オフェンシブハーフジダ、そしてここはリュンベ、下げてここはローレンゲト、そして左からラシビコール、レア真ん中から上がっていくというところ、回してドナナウリターンパス、いいコンビプレーですね。あったまるですよ。さあ上がっていく、大歓声が響き渡ります。おいしいところをきちっと決めてきましたね。ここに来て再び差をつけています。しっかり仕事が始まりますね。競り合って右サイドを使ってきた、狙ってきた、ここはリチェルサルガド、左サイドからの攻撃になりました。一気に前線を破る、縦に出した、まだ時間は残っています。縦への大きなパス、横へ運んでいきます。スペースに入れる、パスに追いつけません。ちょっと通りましたね。2対1、その差は1点。レフトバックアシビコール、抜かせません。ここはボールを閉じました。ここで来週のオフィスになりました。2対1、レアル勝利です。接戦を戻しました。しかし中西さん、最後まで目が離せない試合になりましたね。本当ですね。本当にいいところを出した試合になりましたね。非常に面白い試合でした。ご覧いただきました試合は2対1、レアシルバーゴールで勝負を決めました。そろそろ放送時間も残り少なくなってきました。解説は中西哲夫さんでお送りいたしました。中西さん、今日はどうもありがとうございました。実況はジョンカビラでした。ハイライトを見ながらのお別れです。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。